あ、うん、またね。うん、そうだよ。あなたを？いいけど、これって相性占いだよ。占いたい相手がいるんだ。誰？ううん、大丈夫。ただ聞いてみたかっただけなんだけどね。あれ？言いづらい人なんだ。もしかしてうちのクラス？うん、気になるな。わかった。それじゃあまずこのトランプを占いたい相手の年齢分だけ切って。できた。それじゃあトランプを相手の名字の文字数分に分けてくれる？そう、ひらがなで。はい、それじゃあもう一度まとめて、今度は名前の文字数分に分けて。できた？うん、それじゃあ占いを始めるね。状況はあまり良くないかな。少し過去は割といいんだけど、カードの釣り合いが取れてないから、その言いづらいんだけど、あなたの努力が足りないって出てるかな。何やってるの？え？森島先輩だ。何何？占い？あ、はい。いいわね。私も占ってくれる？そうなの？残念。じゃあその次に占ってもらおうかな。ちなみに何の占いなのかな？あ、相性占いです。相性占い。なるほど。そっか、相性占いか。じゃあいいや。え、なんでですか？占いは嫌いじゃないけど、相性とかは自分が頑張ればいくらでも変えられると思うから信じてないんだ。好きな人を振り向かすために努力を惜しまない、そういうのが好きなの。なんちゃって。ちょっとカッコつけすぎちゃったかな。いえ、素敵です。ありがとうね。それじゃあお邪魔しました。うわぁ、初めて森島先輩とお話ししちゃった。素敵だな。あれ、どうしたの？どうしたの？平気？私もう戻るね。